横浜ピアノサロンにあります CE7N ですね、これの中の状態を見ていただきたいと思います。結構ね状態いいですね、綺麗ですね。でこのマフラーがねちょっと汚れているように見えますが、これはね張り替えますね、新しくします。ハンマーも全部ファイリングして綺麗に形を整えて、そしてあと部品の調整ですね、タッチの調整、そして静音、音色の調整、その辺は全部行いますのでね、ピンも綺麗に磨きますのでね。でまあ前の動画でも言いましたように、ちょっとだけ当て傷があるの、これはごめんなさい、このままでということでね、出させてもらいますのでね。じゃあ開けた状態で音を聞いてもらいましょうかね。結構ねこんだけ小さなピアノ、デジタルピアノよりちょっと一回り大きいだけなんで、置きやすいかなと思いますね。こういうタイプのピアノも探している方多いと思いますね。やはり開けて弾くと音がさらにストレートに伝わってきてめっちゃいいですね、気持ちいいです。あとねタッチがすごい軽快です。軽いというわけじゃなくてすごい弾きやすいタッチですね。なのでデジタルピアノからこれに買い替えを買う方なんかもすんだりとなんかこう違和感なくですね、買われるかなって気はしますね。すごい弾きやすいです。河合の CE7N、開けた状態で見ていただきました。こんな感じですよ。それでは失礼します。さよなら。